シンダーハンレスは、古生代デボンキに生息したアノマロカリス類の一族。剣のような音一体の長いヒレを特徴とし、フンスリュック年番元層から発見される、スキンダーハンズバーテルシーという一種の実によって知られる。地質時代的に最も晩期のアノマロカリス類であり、アノマロカリス類は、カンブリア期を超えて生息したことを示唆する証拠として、広く知られる。学名、スキンダーハンズは、 この地方に出没した武法者のシンダーハンネスにちなんで名付けられた。種商名のバーテルシーはフンスリュック粘板岩の専門家であるクリストフ・バトルズへの懸命。唯一の知られる化石標本 PWL1994-52LS はフンスリュック粘板岩層にあたるブンデンバッハのエッシェンバッハバックスバーグ採石場から発見された。化石標本は マインツ自然史博物館に収蔵されている。原記述に基づいたシンダーハンレスの旧復元図。このような動物属詞の解釈は、後の研究に疑わしく見受けられる。シンダーハンレスは、全長約10センチメートルの小型アノマロカリス類で、ある。他のアノマロカリス類と同様、頭部の覆面には炎上に並んだ歯と一体の全部付属詞があるが、詳しい構造は、 不明確で、少なくとも全部付属紙は他のフルディアカの種類と同様、腹側には一連のブレード状のうち突起が並んでいることがわかる。頭部の左右には、速報の甲側らしき構造と、一体の大きな複眼がある。一般的なフルディアカの種類に比べて、頭部はさほど巨大化しておらず、目の位置も前方に寄せている。 この特徴はむしろアノマロカリスカとアンプレクトベルアーカの種類に近い。頭部と胴部の境目は太く、その覆面は左右に向けて張り出した一体の長いヒレがある。複側で保存された化石の胴部の両辺には大切構造が見られる。胴部は12節からなり、最初の10節には短い櫛状の構造が並んでいる。腹記術において、 これは腹足についた2サ型のヒレとして復元されたが、この解釈は後に否定的と評価され、むしろ筋肉やエラなど別の構造であった可能性が高い。11番目の動説には、一単位の丸みを帯びた小さなヒレがある。最終大説に付属詞はなく、肛門と状の尾が備えている。棘のある全部付属紙や大きな目は、シンダーハンネスは捕食者であったことを示唆する。 遊泳性とされ、頭部の直後にある長いヒレで推進力を得ており、美端にある洋上のヒレを安定のために使っていたと思われる。これらのヒレは、カンブリア期のアノマロカリス類の水平状のヒレから派生していると考えられる。2009年に公表したシンダーハンネスの発見の最も重要な意義は、アノマロカリス類の生息期間をデボン期まで大幅に拡張したことである。 アノマロカリス類の化石は以前、それより1億年以前の前期から中期カンブリア期の地層からのみ発見されていた。その後の2011年もオルドビス期の地層からアノマロカリス類の化石断片が発見されており、その一部の化石は2015年においてエイギロカシスと記載された。アノマロカリス類は従来の推測以上に多様で、 生息時期の長いグループであることが明らかになった。シンダーハンネスの発見も、フンスリュック年番ガ、ね、これらの例外的に保存の良い化石層のみによって、鉱物化されない部分が保存され、観察できる可能性を示唆する。原記述である KHLR2009 において、シンダーハンネスの発見は、接触動物の初期系統について、いくつかの情報を与えていたとされる。 最も注目される点は、明瞭な大切構造と二差型らしき、動物付属子、いわゆる新接触動物の共有原子形質を持つと、されている。これによると、シンダーハンネスは、他のアノマロカリ、また、シンダーハンネスの二差型のヒレの構造から、接触動物の二差型付属子が、アノマロカリス類のヒレと、シートルブレードの融合を通して生じたとう。しかしその後、 他のアノマロカリス類における新たな知見に合わせて検討すると、KHLR2009 の前日の知見は疑わしく見受けられる。シンガーハンネスの化石は明らかに形成過程で圧縮変形され、新接足動物らしき生いたとされた両側の部分は圧縮によりはみ出したオパビニアのような柔軟な大切構造であった可能性が示される。また、ニサ型のヒレとされた部分も 新接触動物の二サ型付属子との類似性が低く、むしろライラ・ラパクスの化石に見かけるような単なる筋組織かシートルブレードの痕跡であったかもしれない。こうして、シンダーハンネスの新接触動物らしき性質が疑問を呈する一方、他の特徴は新接触動物よりもアノマロカにする遺である。これによると、シンダーハンネスは新接触動物の姉妹群ではなく、 関係統群のアノマロカリス類に含まれる可能性の方が,が高い。2014年以降の多くの系統解析も、シンダーハンネスはフルディア化に属するアノマロカリス類であることを支持する。モイシャックキャロン2019による系統解析では、シンダーハンネスはフルディア化の中で基盤的な属とされ、本属アノマロカリス化とアンプレクトベルア化に見られるような、 小さな頭部と前方に位置する目は、アノマロカリス類において、祖先的な特徴であることを示唆する。シンダーハンレスは、フルディア化の系統が、頭部の巨大化と目の広報化を進化する以前に分岐し、その祖先形質を維持し続けた族と考えられる。ありがとうございます。